ニコライ・アレクセイ・エビチ・ボズネセンスキーは、ソビエト連邦の政治家。ゴスプランの幹部だったが、戦後に粛清される。第二次世界大戦時は、ゴスプランの仕事を監督した。1940年5月、アンドレ・ジダーノフの部下として、38歳の若さで、人民委員会議副議長に任命された。戦争開始当初において、産業の東方移転に伴う、 生産の回復に直接関わった。彼の著書、第二次世界大戦期のソ連経済は、それらの月日の記録である。しかしながら、戦後間もなく、ソビエト経済活動を評価、管理するボズネセンスキーの考えは、大勢を占める意見とは合致せず、レニングラードの経済機構を戦前の状態に再建した彼の貢献を、一端として、レニングラード事件での逮捕に至る。 見せしめ裁判では敵対者や同僚から避難され、国家反逆罪で有罪とされ死刑判決を言い渡された。ボズネセンスキーの死の様子は不明瞭である。犯断の状態で番の後ろに乗せられ、二つの刑務所間を運ばれたために死亡したといういくつかの主張がある。他の情報源は彼が射殺されたことを示している。1954年に名誉回復。 ありがとうございます。